どうだ、そろそろ探偵業には慣れてきたかな。なるほど、実感がないか。君にはこれから大いに働いてもらわなくては困る。うちの事務所のモットーは、すみません、うちの事務所のモットーは、来る者拒まず、去る者追わず、働かざる者食うべからず。これは私の父の教えでもあって。ちょっとすみません。ん？新聞の勧誘ならうちは間に合っている。いや、そうじゃなくてですね、消火器もネット回線もありがたい壺もうちにはもうすべからく揃っている。悪いが他を。ここ探偵事務所ですよね。え？だから電脳探偵事務所ですよね。実は依頼したい仕事があって。僕お客です、依頼人です。依頼人。ようこそ、信頼と実績のクレミ探偵事務所へ。ご依頼内容をどうぞ。つまりハッカーからデジモンキャプチャーを購入する予定が、逆に電子マネーと激レアデジモンメダルを奪われたと。そうなんです。デジモンキャプチャー安価にてお譲りします。この甘い言葉に騙されて。本当最低ですよ、最低な行為です。人のマニア心につけ込むなんて。マニア心ですか。そうです、マニア心。マニア心ほど繊細なものがあるでしょうか。手に入れたいものはどんな危険を冒しても、どんな手段を使っても絶対に手に入れたい。あわよくば保存用とか鑑賞用とか普段使い用とか、いくつでも手に入れて大切に大切にめでていたい。そんな繊細で崇高でちょっぴり切ない大人のマニア心をくすぐって、あんなことするなんて、許せない。絶対に許せない。お話は分かりました。つまり奪われた激レアデジモンメダルと電子マネーを取り戻してくれと、そういうことですね。電子マネーなんてどうでもいいんです。デジモンメダルさえ、あの子さえ無事に戻ってくれれば。ご依頼受けたまわりました。そのマニア心に報いるよう全力を尽くします。というわけだ。おそらく犯人はメダルそのものが欲しかったのではない。激レアなメダルを換金するのが目的だろう。デジモンメダルを売買している店はこの中野にもあったはずだ。まずはそこを当たってみるのが近道だろう。
聞き込みを頼む。私はその間にデジモンメダルについて調べておくことにするよ。あいにく私はその種のマニア心は持ち合わせていないのでね。
無理しちゃダメだよ。行くぞみんな。行くぞみんな。みんなよく頑張ったね。無理しちゃダメだよ。続けていこう。
張りな。行くぞみんな。続けていこう。君がいてくれてよかった。行くぞみんな。続けていこう。はこう。君がいてくれてよかった。クッココラ！はみんなよく頑張ったね。